リッターホルム協会作中に登場するポルシェ911のパトロールカー、テロリストはペールバールと毎週バル協調によるスウェーデンの警察小説マルティンベックシリーズの第10作最終作である。翻訳の原書はジョーン・テイト役パンテオンブックスの英語版ザ・テアリスツと英語版で割愛された第15章をスウェーデン語版から 1974年11月にアメリカ合衆国の上院議員がスウェーデンを訪問することになった。警察上層部はグンバルド・ラーソンを亡国に要人警護体制の視察に派遣した。そのラーソンの眼前で亡国を訪問していた品格はテロリスト集団の仕掛けた爆弾により殺害されてしまった。スウェーデンでの要人警護は 上院議員の身辺警護を公安部に、警護全般の指揮は、マルティン・ベックに任されることとなった。国外の警察や公安部が、CIA 等から入手したテロリスト集団の手口や、構成員の情報をもとに警備計画が練られた。着々と準備が進み後は、上院議員の到着を待つばかりとなった頃、ベックとラーソンのもとにテロリストらしき人物が、 ストックホルムに潜入しているらしいとの情報がもたらされた。ありがとうございます。